セルフジャッジなんだけど、レッドのコールは自分たちでできないので、前回とそこ違うのでお願いします。レッドはネットのレッドですか？ボールが入ってきた、はい、もうダメなんです。あ、はい、なので活動いきます。活動さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。6060っすか？強すぎませんか？でもなんかやっぱり1ゲームそういう時に取られて流れが一気に変わることがあると思います。結構緊張しながら頑張りました、まあ、初日で結構緊張したし、でもまあ最初からなんだろう、まあ、ポイントも、まあ、ゲーム取られることなく最初から気引き締めてできたので良かったです。下の島津製作所さん戦は何か作戦だったりとか、はい、そういうのみたいな、まあ、今日いいスタート切れたのでその流れを途切らさずに最初から流れにまた乗れたらいいかなって思います。もう圧巻のプレーでしたけれども、2人の調子は今日良かったですか？そうですね、はい、組み慣れてるので、去年もヨーロッパに7周2人で行って、おーすごい、海外を転戦して、それがすごい生きてきてるなっていうふうに思います。なんか役割分担とかあるんですか、お二人のダブルスで？ありますかね、でもないかな。お互いストローク行けるときは行って、ね、前動くときは前動いて、2人ともオールマイティーな感じがしましたね。ありがとうございます。確かに硬かった。結構コミュニケーションがしっかり取れてるから、それが大きいかもしれない。セナ選手もずっと引っ張ってもらってるんで。確かに練習からセナさんすごい、はい、そうなんです。まとめ役というか、盛り上げ役というか、はい、そんなことないです。団体戦は本当に年に1回しかなくて、団体戦すごい大好きなので、めちゃくちゃいつも気合が入ります。それに本当にもうついてこうっていう感じで盛り上げてくれるんで、それが本当にありがたいです。もうやることをやるだけなので、はい、はい、一戦一戦まだまだここからなので、はい、明日も明後日も頑張ります。はい、またそちらしく、はい、はい、お願いします。楽しんでいきましょう。はい、はい、じゃあ応援しております。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今日はもう3勝0敗になる、うん、試合の内容的にもかなりこう完勝に近いと思うんですけども、うん、そのあたりは瀬田監督としてこう感触はどうですか？そうですね、ファースト、セカンド、ファイナルと今日スタートしましたけど、一番いい内容のいい試合ができたと思いますね、はい、明日の島津製作所戦は何かお作戦というか、何かありますか？うんうん、そうですね、やっぱり明日は一つ大きな勝負になりますし、まあ、前回負けてるっていうのもあるので、本当に頑張るのみなんですけども、まあ、そう頑張るって言ってもこの1年間2年間こうチームとしても積み重ねてきたものがありますし、選手個人個人としても積み重ねてきているものがあるから、まあ、あとはもう準備はしっかりしてきた、出すだけだっていう気持ちでやってもらいたいなと思います。
わかりました、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。ファイナルセットまで行くタフな試合だったんですけど、最後しっかり勝ち切れて良かったと思います。さすがでした。ありがとうございます。明日最終日、全員で勝ちを取り切って、優勝して終われるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。
ような難しい展開だったんですけれども、最後まで諦めずチームメイトだったり応援してくださっている皆さんの声が聞こえて、最後まで心折れずやれたのが勝ちにつながったかなと思います。ありがとうございます。はい、そうですね、ここまで、準備してきたことを少しずつ出せているので、またしっかり明日も同じように自分のできることを精一杯やりたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。妹勝利。はい。はい。2人目、3勝ですね。はい。本日の試合、どうでしたか？いやー、私はもう緊張してて。私も緊張しすぎて、あんまり覚えてないです。本当に。でも、かなこに引っ張ってもらって、シングルスの2人の試合にすごい力をもらって、そうですね、はい。応援の力もすごいもらって、コーチ陣もすごい心強くて、何より科学もすごい心強くて、自分たちのプレーが絶対できれば、結果後からついてくると思ったので、1ポイント1ポイントしっかりコミュニケーション取って頑張れたと思います。はい、さすがでした。ありがとうございました。そうですね、もうここまで来たら優勝のみなので、エリさん、明日もお願いします。明日もやることやるだけで、みんなで頑張っていきましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どの試合も本当に素晴らしい内容で勝ち切ることができて嬉しいです。やっぱりシングルス2、シングルス1、もうダブルスもですけれども、全試合勝つつもりで来てましたので、そういう意味では競った試合でも勝ち切れたことは大きかったと思います。明日決勝だと思うんですけども、監督としての意気込みを。はい、はい、もう今日選手にも言ったんですけども、同じようにしっかり準備をして、あとは力を出すだけなので、決勝戦ですけども、本当に今日みたいにベストなプレーをして、男女ともに優勝を勝ちに行きたいと思います。テニス日本リーグ決勝トーナメント女子シングルス総合ゴールドの皆さんです。
とうございます。ありがとうございます。長い期間戦ってきたと思うんですけど、はい、今率直にどう思われますか？どう感じられてますか？まあ、最初から、まあ、苦しいことばっかりで大変だったんですけど、まあ、チームのみんなだったりサポートしてくれるみんながいたので、みんなの力のおかげで今日こうやって優勝できてすごい嬉しく思います。今日は決勝の初戦でしたけれども、何か緊張だったりとかありましたか？やっぱり決勝の舞台はすごい緊張して、初戦最初の試合だったので緊張したんですけど、まあ、最後しっかり勝ち切れて良かったです。まあ、団体戦の優勝っていうのは個人の優勝とは違うと思うんですけど、はい、あたりはどうですか？やっぱりここまでみんなでやってきて、みんなで取り切って勝ち切った優勝だったので、まあ、その分喜びも大きいです。では最後に次の目標があればお聞かせください。はい、個人ではまあグランドスラムをとりあえず目標にしてやっていて、まず団体では日本リーグまた来年再来年と連覇できるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、決勝に厳しい戦いもあったと思うんですけれども、選手の中でお気になった試合でいうと、どの試合がいたいですか？やはり島津新作所さんと戦った準決勝かなと思います。なるほど。ご自身は即接戦で勝利されたと思うんですが、その時の心境というか、どんな気持ちでプレーされてましたか？そうですね、勝った試合に対してあまりその状態が良くなかったっていうとまたちょっと違うかなとか思ったりしたんですが、あまりその自分の感覚だったりテニスの調子っていうのが試合中上がってこない中でかなり苦しい場面が多かったんですけれども、試合中ベンチコーチに入ってくださった吉田監督と一緒に修正し続けて、で最後噛み合ってきたのでそれがすごく良かったかなと思います。結構松田選手は優勝を決めたと思うんですが、優勝した瞬間はどんな気持ちですか？そうですね、すごく不思議な感覚で、その普段今までもその決勝戦で島津さんと戦うことが多かったので、そのノアさんと決勝ということでこう結構昨日の方がかなり達成感を感じてしまっていたかなっていうのがあったんですけれども、ほっとしたような感覚が大きかったかなと思います。では最後、中選手の次の目標があれば教えてください。次の目標はグランドスラムで活躍することなので、その目標に向かって突っ走っていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。日本リーグすごい長かったと思いますが、はい、まあ、率直にどう感じられますか？そうですね、私、まあ、正直、まあ、優勝してホッとしてるのもあるんですけど、やっぱり2年前に私が負けを決めてしまって、やっぱその試合が本当に今でも1球も本当にすごい攻めに覚えてて、正直不安だったんですけど、もう本当にチームのみんなに助けてもらって優勝という形で終われたので本当に良かったと思います。特に決勝リーグ厳しい戦いが続いたと思うんですけど、はい、何かキーポイントになった試合とかってありましたか？そうですね、やっぱりあの島津戦は、まあ、セカンドステージも負けていたのでちょっとやっぱり不安な部分もあったんですけど、もうシングルの2人がもうすごい大活躍してくれて、私たちダブルスはもう気楽に、まあ、勝つつもりはいたんですけど、もう気楽に楽しくできたので、もう本当にあの2人には感謝しています。では最後に、個人的な目標でもいいですし、はい、団体でもいいですし、はい、次の目標があればお聞きください。そうですね、まあ、団体としてはやっぱりアベック優勝を、まあ、今回できなかったのでアベック優勝をすることと、個人的にはグランドスラムダブルスで目指していきたいなって思ってます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。2ヶ月間で戦ったと思うんですけど、はい、直人はどう考えられますか？はい、今は本当に優勝できてほっとしているっていう気持ちが大きいです。本当に12月、1月、2月とキャプテンを任されてチーム全体を見ながら過ごさせてもらったんですけど、今は本当にチームが一丸となって優勝することができて、本当にいつもお世話になってる社長に恩返しすることができて本当に嬉しいです。特に今回ダブルスでの活躍はい、はい、ダブ
森崎さんとのペアリングはどうですか？去年7週間一緒にヨーロッパ遠征を回らせてもらって、でそこでダブルス何大会か一緒に優勝できたこともあって、でその間ずっと7週間一緒に部屋をシェアして、あの本当にオンコートオフコートずっと一緒にいたので、いろんなことを話しましたし、あの私がこう試合中に結構白黒はっきりつけたいタイプなので、あのきつく言ってしまうこともあるかもしれないんですけど、いろんなアイデアを出してくれたりして、すごいなんて言うんだろうな、見る角度が違うというか、いろんなアイデアを花子はくれるので、本当にそういう意味ではプラスアルファ、あの一緒に考えることができて、本当にコミュニケーションもたくさん取ることができて、本当にかなこにはいつも助けてもらってます。では最後次の目標があれば。はい、はい、個人的にはやっぱりグランドスラムっていう自分が出てたところに戻りたいと思っているので、そこに向けて個人の試合に向けてまずはやるべきことを一つ一つ丁寧にこなしていきたいなっていうふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。日本リーグすごく長い期間だったと思いますが、今久しぶりにどんな気持ちですか？いや、まず決勝男女で進むことができて、女子は優勝することができて、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。はい、特に、まあ、決勝リーグ厳しい戦いもあったかと思うんですが、キーになった試合はありましたか？まあ、一番はセカンドリーグで島津製作所に負けてるんですけれども、ファイナルでは準決勝どの試合も競った中で勝つことができたことが、まあ、優勝の弾みになったと思います。まあ、本当に紙一重でどちらが勝ってもおかしくないところを積み重ねたきたことが結果としてつながって嬉しいです。また来年も日本リーグからやったりすると思うんですが、そこに向けてどういった準備をしていきたいですか？そうですね、まずはこの日本リーグが終わった後、みんな個々に世界への挑戦がまた再スタートしますので、そこでしっかり力をつけて、また後半では日本リーグファーストからいいチームワークを作って、来年こそは男女で優勝できるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。